松平忠明は、江戸時代前期の大名。丹波亀山藩の第二代藩主、文後亀川藩主、文後中津藩主、文後高松藩主、文後船内藩の初代藩主。親清流、小牛松平家五代当主。官位は、十五位下左近正面。松平忠明が藩主を務めた、船井城跡源奈三年十一月二十五日、亀山藩の初代藩主。 松平成重の次男として誕生。兄、勝弘が、官営八年十二月に没死したため着子となった。官営十年、父の死去により、家督を継いで、亀山藩の第二大藩主となる。官営十一年、文後亀川に違法され、官営十二年に文後中津留めへ違法される。中津留の地に陣屋を構え、町割りをするがこの土地は水害に弱く。 幕府に移転を申請し、官営19年に、領内の文後高松に陣屋を再度建て直した。明暦2年、文後府内藩主の姫野の義明が死死亡して死去したため、姫野の家は海役となり、義明の義理の位にあたる忠明が明暦4年2月24日、文後府内へ22,200国で転望となった。官営14年、島原の乱においては、富岡城の守備を務めた。 府内藩の反省を確立するため、社辞に所領を寄進して、その関係を親密にしたり、商人の力を借りて、神殿開発を行うなどしているが、藩営ではなく商人の力を借りているところから、当時の藩の財政基盤の脆弱さを推察することが、できる。遠方4年3月27日、長男、金鎮に家督を譲って隠居し、元禄6年9月12日に死去した。 去年77、ありがとうございます。